対局開始。はい、今回は相振り飛車の将棋をご紹介しようと思います。よろしくお願いします。こちらは三間飛車で、相手は四間飛車ですね。まあ四間飛車は相振り飛車の中ではかなり珍しい方だと思います。こちらは今回穴熊にしようと思います。まあ、相手が8二銀と早めに金無双を確定させてきたので、まあ、金無双に対して穴熊にすることによって勝たされリードを広げようというところですね。1、2、3、4、5、6。この辺りはもちろん形勢には差がついていなくて一局の将棋だと思います。振り飛車穴熊、6六歩とついて角交換を拒否しておくのも立派な手ですね。まあ、今回は角交換されたとしても大丈夫だと思って、角道は止めずに指しています。3、4、1、2。これで囲いは完成となります。相振り飛車における穴熊では3八と4八に金を並べるようにしてみてください。こうすると上から攻められても結構硬いですね。1、2、3、4、5、6。ここは一回揺さぶりをかけようと思います。まあ、5四に角を合わされたら同角成同歩となって、その後にですね、8五歩から8筋の歩交換をした後に5四の歩を飛車で取る手を狙います。なのであえて5四歩を突かせる方が攻めやすいという発想ですね。相手は金を寄ってきましたが、これだと馬の力がかなり強いのでこちらが有利な展開と言えます。5、6、7。飛車があまり働いていないのでこの飛車を使いに行くのが本筋ですね。3、4、1、2、1、2、1、2。今度は遊んでる桂馬を跳ねておきます。なるべく使えていない駒を使うことによって勝ちやすい将棋になっていきますね。この手は一石二鳥の一手で、7六の馬が4九まで効くと同時に相手の急所の6筋を攻める形を狙っています。端攻めは穴熊の弱点なんですけど、こちらは攻めさせるだけ攻めさせておいてどこかでカウンターを狙っていきます。まあ、しばらくは受けに回る方針で指していこうと思います。5、6、7、1、2、3、4、5、6、7、8。かなり攻められてるように見えるんですけど、実際はこちらが優勢となります。6五歩から6筋を攻める手がかなり早いからですね。この銀打ちは2五香を防いだものですが、ここに銀を打つようではかなり苦しいと思います。2、3、4、5、6、7、1、2、3、4、5、6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 、1、2、3、4
7に歩を打って、これで相手の攻めは続きません。あとは6筋から攻めていけば相手は受けが効かない状態となります。1、2、3、4、5。
1、2、3、4、5、6。金無双は8二に銀がいて左の方に玉が逃げられないので6筋を攻めるのが急所となります。逆に8筋から攻めていってしまうと玉がどんどん右の方に逃げられていって粘られてしまいます。なので6筋を攻めるというのを覚えておいてください。これで相手玉は一気に受けなしとなります。桂香の攻めが炸裂してますね。厳しい。あまりに厳しい戦いだったが、よく頑張ったな。はい、今回は相振り飛車の将棋をご紹介しました。穴熊の戦い方も覚えておくと戦術の幅が広がると思います。参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やいいねボタンよろしくお願いいたします。